アンソニー・マイケル・パーカーは、アメリカ合衆国の元バスケットボール選手。イリノイ州、ネイパー・アビル出身。現在は、オーランド・マジック参加のレイクランド・マジックの、ゼネラル・マネージャー。元ユーロリーグ MVP。妹のキャンデース・パーカーは、ワンバ選手で、その夫すなわち、議定のシェルデン・ウィリアムスも元 NBA プレイヤーで、現在は、ブルックリン・ネッツのスカウトを務めている。 ブラッドリー大学でプレーした後、1997年の NBA ドラフトにて、ニュージャージーネッツから1巡目21指名を受けるも、直後にフィラデルフィアセブンティシクサーズに移籍した。ルーキーイヤーとなった1997から98シーズンは、怪我に悩まされ、37試合の出場に止まり、出場時間はわずか平均5.3分だった。翌シーズンは開幕2で、 左足の骨折という不幸が彼を襲い、残りの全試合を欠場した。オフには、オーランドマジックに移籍して、新規一点を図るも、やはりまとまった、出場時間は得られず、2000年1月にはチームから解雇され、シーズンの残りを独立リーグ CBA のクワッドシティ、サンダーで過ごした。アメリカでのプレーに行き詰まったパーカーは新天地を海外へと求め、 イスラエルの国内トップチーム、マッカビテルアビブと契約した。不安定な情勢のイスラエルでの生活は爆撃の脅威にさらされることもあったが、チームの中ではすぐに重要な地位を占めるようになり、パーカーを得たマッカビは2000から2001シーズンのサプローリーグカップ優勝を果たしたユーロリーグがフィバヨーロッパより独立したこのシーズンのみに設けられたフィバヨーロッパのタイトル。 事実上のヨーロッパチャンピオン。02から03シーズンには、イタリアのチーム、ウィルトゥスローまでプレーしたが、翌03から04シーズンには、真っ赤日に戻り、ユーロリーグ初優勝を果たした。パーカーは16得点5.8リバウンドの成績を、残し、ユーロリーグファイナル 4MVP を獲得した。04から05シーズンには18得点5.3リバウンドの成績で、 ユーロリーグ MVP を獲得、チームもユーロリーグ連覇を果たした。翌シーズンもパーカーは MVP を獲得し、チームも決勝まで勝ち進むも3連覇は果たせなかった。マッカビで大成功を収めていたパーカーは2005年10月の NBA プレシーズンでトロントラプターズと対戦。この時決勝点を決めて、マッカビを勝利に導いたパーカーは、翌2006年の夏、 ラプターズからオファーを受け、6シーズンぶりに NBA に復帰した。この年ラプターズは多くの海外出身選手を獲得し、リーグでも有数の国際色豊かなチームとなったが、ユーロリーグでのプレー経験が豊富なパーカーは、他国籍軍でもすぐにフィットし、出場した73試合すべてで先発に起用され、12.4得点のアベレージを残した。 スリーポイントシュート成功率は44.1%を記録し、リーグ5位にランクされ、ラプターズの5シーズンぶりのプレーオフ進出に貢献した。パーカーはラプターズでプレーした3シーズンで、先発シューティングガード、あるいは先発スモールフォワードの地位を確保し、毎シーズン平均2桁得点を記録する安定したプレーを見せた。 2009年夏にフリーエージェントとなり、2年600万ドルで、クリーブランドキャバリアーズと契約した。2011から12シーズン終了後、現役を引退。引退後は、オーランドマジックのスカウト部門に起用され、2017年8月に、参加のレイクランドマジックのヘッドコーチに就任した。ありがとうございます。